It's my life. Lazy. It's my life.皆さんこんにちは、ワイワイゴルフの木下です、今日はですね、久々にシダ動画を上げようと思います、シダするのはキャロウェイのこれですね、ジョーズフォージドではなくて、これ僕の私物なんですけど、ではなくてでーん、キャロウェイジョーズハイトゥーウェッジですね。これがいつ出たやつ、去年の9月、去年の9月に出たやつで、一応こっちの、まあ、後継機になるのかな、イメージ的に言うと、後継っていうのは多分ないね。フルトゥール自体が54から60の限定の作りになるから、全く別物と思った方がいいと思う。なるほど。じゃあ名前はジョーズやけど、まあフォージドと、まあ、まあちょっとどちらかというと、まあ、ほんとウェッジ寄りなウェッジってことですかね、知らんけどで、一応今回が、このねジョーズハイフルトゥールウェッジってやつなんですけど、フェース面がみんな大好きな人もいるんじゃない、これフルスコアラインってやつね、全面的になってるやつ。自分が持ってるジョーズフォージドウェッジっていうのがこれが、まあオーソドックスな形、こっちがフルスコアラインっていう全部、まあ、溝が入ってるようなやつね。でフェース面を触っていくと、こっちがねコーナーあんま引っかからないけど、こう引っかかる感じがするんで、まあどちらかというとスピンがフォージドよりもかかりやすいんじゃないかなと思われるウェッジ、まあ実際にどう打ってみてちょっとどういう感想かっていうのを、上げていこうと思います。忖度なしでいっちゃうよ、行ってください。はい、じゃあ行きます。じゃあまずちょっと構え感からいきましょうか、はい、じゃあちょっと今ね2つ並べてるんですが、なんかねこっちの方、こっちはねフルツーの方がね大きく感じる。重ねてみると、まあ、気持ちこっちの方が大きいんかな、一回りは言わないけどこっちの方がフルツーの方が大きい感じがします。ポンって置いた感じがすごい、置いた感じを見ると同じ58度なんですけど、少しフルツーの方が寝てるように見える、まあ、ここの坂もしれない、ここが全部あるのかないや、この坂もしれない。よし、じゃあちょっと、ね、打ってみようと思います。いつものアップの感じで重たい、何グラムか分からんけど自分のやつちょっと重たいけど、玉乗りはね、めっちゃいいね。フォージドはどんな感じ、玉乗り的に。フォージドも乗るけど 0.5 秒ぐらい長い気がする細かちょっと同じ感じでフォージドしてみる。はい、30ヤード、いい、中めっちゃいいよ、キャロウェイっぽい、柔らかい、ちょっと球を追いかけて、はいはい、今のなんか結構めっちゃ持ってるなって感じが、ちょっと高めの球を、すごい、結構かかったんじゃないですか。すごい動いてるよ。球がすごく上がりやすい。お、今のはお、かかったね。持ち主じゃ出せんよ。持ち主じゃ出せんよ。
まあね、スキーが出てかかればいいウェッジってわけじゃないの、うん、コントロールがここまでできる、自分の意図したスピンコントロールできるっていうのが大事なんで、もうちょっと高く上げて打ってみます。おい、ちょうど隠れちゃった。そうどう、なんかスピン超かかってるなっていうか、止まるスピンというよりもどちらかというと前に行こうとするとか、うん、あの逆にその場に留まろうっていうかかかり方してるような、どうしても芝の上じゃないので、うん、そこが難しいところに、ちょっと帽子通りになる。おお、完璧や。そう、なんかフォースドウェッジはああいう球が出るよね、うん、やっぱり。で、こっちはやっぱスピンの元気が多分あり余ってもやん。右の方にガー転がってる。これ映像で見るとどうしてもそのこっちの方がスピンかからんやんみたいになっちゃうかもしれないけど、勘違いしてほしくないのは、芝の上じゃないからそういう風になりやすい。それはしょうがない。ボールを見失った。まあ自分のがさ、ちょっと魔改造してるっていうのもあるけん、あれ、うん、ここがちょっとね、なんだろう、ここ低いけど低くて、ここがねちょっとポテってなってるように見えるよね、うん、俺は。だからこの辺から入れてあげないとなんかダフる感じがするね、うん、少しこっちの方から入れ込もうとすると、だから多分こういう風なやつができない、こう浮いてくるもん。あ、そうね。同じようにこうしてどっち向いてるやん、うん、でハンドダウンにしてもこっちも少し高いと思う、刃先が。そうね、ちょっと浮いてるね。ボールでいうと赤道の多分、これが、まあ、赤道か下ぐらい、うん、こっちはでも赤道より上、うん、ここまでいうとここにほらなんかあるじゃん、うん、ハイトゥーがこのフルトゥーがここになって、うん、自分のフォージュがこの辺ぐらい、うん、になりそうな感じがあるかなっていうのが感想かな。そんな感じは。ボードオブでポイントをする。今ちょうどスリクソンぐらいか、多分スリクソンぐらいかな。こっちがちょっと下ぐらい。そうね、ちょっと下ね。高さをどう感じるか問題はあるかもしれない。マジ映像で伝わるかマジ分からんじゃけど、ボージドはこの赤いところが全部ねこう均一で入ってるんですよ、ポン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 。でこっちがね、こっちが深くて 深いのからどんどん浅くなってるような感じがするんで、やっぱどちらかというと捕まえていってくださいねみたいなのがメーカーさんの意図を感じ取ることができる。知らんけど。だからなんかどちらかというとロブとかで使うよりも、うん、ランニングアプローチで使ったりとか、うん、まあ、俗にこう死に玉って呼ばれる、うん、ストーンコロコロ勢いがないけど、うん、ちょっと転がっていってくれるような球がこっちの方がいいような気がするね。逆に言うと距離を打つのはもしかしたら難しいかもしれんかなっていうのが正直な印象。まあ、自分のウェッジはもうめっちゃ改造しまくってるからね。だから打ち方で言うと、これが普通のアプローチ、うん、これがね、多分思った以上に肩が出てしまいそうな気がするんですよ。普通だと結構芝に入りすぎる。あ、だからちょっとこうパターンみたいなこう上げて、うん、ちょっとストロングめに握ってそのままこう払ってあげた方が方向性も出やすいし拾いやすいと思う、うん、勝手にこう捕まってくれるから、自分で捕まえにこう行くんじゃなくて、うん、もうクラブの重さでこうやってやってるからこう回復で、うん、これが捕まってきやすい。逆に言うと、フォージドウェッジなんかの方はフォームしやすいし、うん、自分の面をフォームしやすい、うん、ってなるから、やっぱ
場面を選ぶかなっていう感じとか人を選ぶなっていうのが正直な感想かな。だから、まあ、できないことはないんだろうけど好みが出るかな。あー、まあ、好みが出るね。跳ねてる感があるダンスで、あくまでも、まあ、デビューっていうとどうしてもね、うん、いい悪いみたいな話になっちゃうんだけど、うん、やっぱ何が自分をしたいかによってもの、うん、は選ばないといけないから、それと上げるアプローチが苦手で、うん、あの転がすアプローチで成功体験していって、うん、そこから上げるアプローチを入れていくっていうタイプの人はこっちの方、うん、そっちの方が多分簡単にスピンがかかると思う。うん、簡単、ちょっといろいろアプローチ遊びたいなっていうのは一度ウェッジでもいいかもしれない。ちょっとこれも力悪いいや感覚的に60度っぽく感じる。やっぱあれかな、フルスコアラインとハイトゥーの形状かな。あるかもしれない。フィルムケルソンはウェッジに近いよね。はい、フルショット右抜けする人はいいかも。ああ、捕まってくれる。そうそう、しっかりはまってくれる感じがする。だから持っていけるね。そう、まあ、さっきこの形状の捕まりの良さにつながってて、うん、今ちょっと抜けたかなと思ったけど全然抜けてなかった。スピンが有り余っとるね。ダッチャキン。はい、じゃあエンディングいきましょう。はい、はい、じゃあということでね、今回キャロウェイ、ジョーズ、フルトゥー、ウェッジ、シュラしてきました。まあね、実際ちょっと見て感想どうだったかなっていうのはぜひコメントいただけたらいいなと思うんですけれども、やっぱりまずはアプローチがすごく苦手で右に抜けちゃいますよとか、あの転がすアプローチでちょっとバックしがちなんですよねとか、そういう人はこっちがおすすめかな。でアプローチのいろいろバリエーションをもうちょっと増やしていきたいよっていう人は工事時計、うん、もちろん僕が使ってるキャロウェイなんで、キャロウェイの押し売りじゃないですよ、案件じゃないんで、じゃないですけど、他のメーカーさんの工事のウェッジを使ってもいいんじゃないかなと思います。いやでもいいウェッジだと思う。普通にかっこいいし、デザインがいい、デザインがいいよね。この凹凸のある感じと、うん、やっぱこのシックに見えるよね。あのギラギラしてない、うん、まあ、そこがね、すごくいい印象を与えるウェッジかな。まあ、キャロウェイ特有のこう構えた瞬間座りが良くて、うん、構えやすい、まあ、なんかいい抜け感できそうだなみたいなのがやっぱキャロウェイのウェッジのいいところなんで、うん、ぜひこれね持ってる人もしなんか感想とか、僕こんな感じで使ってるよとかあったらぜひコメントお願いします。そしていつも、ね、言い忘れてることがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも文字だけで終わらせてて、いつも編集しながら忘れちゃったみたいになっちゃうんで、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバイ。